オミクロン株の感染拡大を警戒し、各国が規制の強化に動き出しています。イスラエル政府は27日、外国人の入国を全面的に禁止すると発表しました。イスラエルのベネット首相によりますと、29日未明から14日間、すべての国からの外国人の入国を禁止するということです。イスラエルではアフリカ南部マラウイから帰国した1人のオミクロン株への感染が確認されていて、これまでの入国制限をさらに強化した形です。一方、アメリカ国務省も南アフリカやボツワナ、ジンバブエなどアフリカ南部8カ国への渡航警戒レベルを4段階のうち最も厳しい渡航中止に引き上げました。